こんにちは、カーピです。最強決定戦広島リーグ1位を目指してプレイしています。次の8月1位取りますんで、ぜひチャンネル登録して観客席の確保よろしくお願いします。さあ、今日はお楽しみの契約書開封やっていきたいと思います。今溜まっている契約書合計56枚ですね。ゴールド契約書が28枚、 A ランク系の契約書が22枚、 S10% が3枚、 S30 が2枚、そして S 確定契約書が1枚、合計56枚。これを全部今日は開封していきます。久しぶりですね、契約書。2ヶ月ぶりぐらいかな。毎回純正最強戦の後は契約書も何もかも空っぽになるんですけど、あれから1ヶ月経ってやっとこれだけ溜まりました。今日は一気に気持ちよく開封していきたいと思います。狙うのはカープの S ランク、田中選手、森下選手、そして堂林選手、この3人ですね。特に堂林選手、ここで取れたらこのドラフトスカウトを回避できます。今年の出費本当にちょっと抑えないとまずいんで、今回なんとか当てたいですね。他球団なら荻野選手、田村選手、近藤選手、吉田選手、京田選手、浜口選手、村上選手、この辺が欲しいかな。はい、今言った選手は取れたら即極みになります。極意所有になります。じゃあ行きましょう。じゃあゴールドからいきましょうか。これで9枚10枚、はい、お願いします。さあ、今回のオープニング10連、最初の引きはどんなもんかやっていきましょう。やっぱ契約書開封って楽しいっすよね。再生数見ててもみんな契約書開封好きなんだなって思います。うわー、のっけからやられた。オール B か。こう見せかけて A ちゃんと来るんでしょ。 A ランクちゃんと来るんでしょ。来るんでしょ。来なかった。ゴールド10連出花くじかれた。さあ、お次は A ランク契約書いきましょう。ランダムも自チーム契約書もごちゃ混ぜできます。 A ランクはカープは誰でも OK。 他球団なら極意所有になる選手が欲しいですね。千賀選手とか石川選手とか、源田選手、マー君、坂本選手、伊藤選手、この辺が欲しいですね。さあ、どうかな。中島選手か。溜まってきたな。そろそろ極み作れるかも。張さんめっちゃ来る。今季張さんの波が止まらない。ほらーほら、言った通り。おかしいでしょ、小波さん。どうなってるんですか。はい、気を取り直していきましょう。泉選手初獲得。源田選手、カープ以外全部パリーグ。最近のパリーグ率えぐすぎる。自チーム契約書かな。ほら来た、パリーグ。ドライチルーキーですね。自チーム契約書。セーブ。セリーグどこ行った。セリーグなくなった。入ってないのかな。やっと来た。阪神率も高いな最近。いや、張さんここでも来る。しかもランダムから来てる。はい、張さんといえばヤバい動画あるんで概要欄に貼っておきます。よかったらぜひこの後見てみてください。次、ゴールド10連ゴールドからのS、久しぶりにお願いします。さあ、狙いのSランクはカープの3人、田中選手、森下選手、堂林選手。他球団なら一番欲しいのは吉田選手かな。オリックス欲しいですね。オリジンセンターに欲しい。 A は来た。オールビア回避か。あれ、来ねえな。お、やってきた、やっと来た。そして自チーム、ナイス。お、2枚連続。荻野選手 S 欲しいんだよな。 S 来たら即極み。 A ばっかり溜まっていく。あとは、おお、ザクザク。またパリーグね。セリーグどこ行ったんだマジで。あとはないか。なるほど、 A3 枚上出来ですね。ゴールドから A3 枚、これは十分。次、 A ランク契約書。これで今回40枚かな。はい、行きましょう。いや、今回もパリーグ率高すぎるでしょう。このアカウント何か狂ってる。さあ、坂本選手ナイス。極意所有1枚ゲット。やっとセリーグ出た。張さん、張さん、おかしい、マジ。パリーグか、張さんしか出ない。いや、もう1枚ぐらい来そうだな。ビシエドさんナイス。極意所有1枚ゲット。千賀選手、極意所有ゲット。いい感じ、いい感じ。野村介さん1名かな。コウスケ、これのSが欲しい。おお、連続。鈴木選手ナイス。大量に食べときたい。ウィーラー選手、
セリーグ増えてきた。最後はおーセリーグ、今回はセリーグ率高かったな。カープは全部チームか。ゴールド8枚と A ランクが2枚あるんで、もう一瞬10枚一気にいきましょう。お願いします。さあこれでゴールド契約書合計28枚、1枚 S 引きたいですね。ゴールドから S 引いて見せ場を作りたい。さあゴールドから最後に1枚 S ください。お願いします。バレないか。いやまだあるよ、まあ大丈夫。くるくる、どうだ。 A ランク、お森下選手、自チームアドバンス。あとは全部 B か。おー最後に1枚。いやー今回 S 引けなかったな、ゴールドから。さあここからは S ランク契約書です。まずは S10% から3枚いきます。さあ来るか S ランク。 S10 契約書、別名 A ランク 90% 契約書。さあカープの S、 ここで当てるぞ。割れろ。よーし。さあ誰だ、自チーム来たか。超さんじゃないよね、超さんも十分だ。山田選手からのおー A ランク、大杉選手、最後の S ランクは誰ですか。殿崎選手、セカンド強選手来た。骨折心配っすね、復帰はいつになるんだろう。 S30% 2枚、お願いします。はい、 S32 枚ってことは S の来る確率は半々ぐらいかな。この S も長いよな、次いつ変わるんだろう。チリ2変わるかな。さあ割れて、あー割れない。田中選手、そして A かー、もうすけマジチームいけたからいっか。じゃあ最後 S 確定契約書で締めくくりましょう。さあこの動画のラスト、誰が出るか。カープの入の確率は 3% ぐらいかな、だいたい100選手いて3人だからそれぐらい。最後に打ち抜け、どうだ。あかんかった。はい、ってことはこの瞬間にこれドラフトスカウト引くこと決定ですね。はい、またこの沼に挑む時が来ました。改めて動画にしますんで楽しみにしていてください。じゃあね。